MCS グッピーは、ムーンクラフトが開発したグループ C の C に規定に適合した耐久レース用のプロトタイプレーシングカー。全日本耐久選手権や富士、ロングリスタンスシリーズにて活躍した。ムーンクラフトが開発、製造したグループ C に規定のプロトタイプレーシングマシン。富士グランチャンピオンレースの車両規定改定で、 使用されなくなった二座席レーシングマシンの部品を有効活用することでコスト低減を図った。当時の売り文句は世界で最も安いグループ C マシン。富士 GC は1979年からシングルシーターマシンの参加が認められた。ムーンクラフトはいち早くムーンクラフトスペシャルと命名したシングルシーターを公表した。このマシンは 今まで使用していた2座席マシンの足回りを流用してムーンクラフトが独自作成したシングルシーターモノコックとカウルを組み合わせたものであった。1981年に WEC ジャパンが開催された時に 2000cc までのエンジンを搭載した2座席のレーシングカーの参戦が認められた。これを受けて日本のチームは 富士 GC で使用していた2座席レーシングカーでの参戦を行うところがあった。とあるチームはマーチのレーシングカーで参戦するにあたり、富士のストレートでの安定性を考え、MCS のフロントカウルを使用して、高成績を上げることができた。一方1982年にムーンクラフトは、マツダスピードと一緒に、ルマン24時間レースに、グループ C のマツダ717にて参戦した。 このマシンは、ルマンのユーのディエールのストレートでの最高速重視のためドラッグ低減を最重視し、ダウンホースが低いデザインになっていた。そのため、コーナーリング特性が悪く競争力が低かった。国内の耐久選手権においては、国内メーカーと関連の深いチームは、参戦においてエンジンや車子に関して提供を受けていたが、完全なプライベートチームは、 メーカー系からの援助が非常に少ない状況であった。そこで、ムーンクラフトは、富士 GC と同じ手法で、に座席レーシングマシンのパーツを有効活用した、オリジナルのグループシーカーを開発した。車シ種シマーチのに座席レーシングカーと同じ方式の、ツインチューブアルミニウムモノコックを採用。エンジンマウントも、マーチと同じスペースフレームによる方式であった。ただしサスペンションは、 マーチの部品を流用しているので、サスペンション取り付け部の構造や形状は、マーチと同一にしている。モノコックは、ムーンクラフトのオリジナル設計である。オリジナル設計のモノコックは、マツダ717のノウハウを流用し、ウィングカーの対応になっている。ただし一部のマシンは、ムーンクラフトのオリジナルモノコックを使用せずに、マーチ製のモノコックを改造して使用したチームも、 存在した。カウルセンターカウル部のウィンドスクリーンは、マツダ717のものを流用。その他のカウルは、ムーンクラフトのオリジナル。マツダ717の反省から、フロントカウルは、MCS に近い形状を採用して、ダウンホースを強くして、ドラッグとのバランスを確保した。ラジエーターは、メインを、フロント、オイルクーラーとサブラジエーターをサイドに設置している。 エンジンエンジンはチームが使用したいエンジンを選択することができる。ただし、富士 GC に使用していたマーチのサスペンションを使用しているので、搭載可能なエンジンは富士 GC に使用されていたエンジンが使用されていた。デビュー戦は1983年富士 1000km。3台がエントリーし、ポルシェ956に次ぎ、BMW エンジン搭載者が2位。 松田エンジン搭載車が3位に入賞している。続く、鈴鹿 1000km でも、松田エンジン搭載車が3位に入賞している。WEC ジャパンでは、トヨタエンジン搭載車が8位で完走、C ジュニアクラス優勝を果たしている。翌1984年、全日本耐久として、唯一の開催となった、RRC 筑波4時間では、チームタクの松田エンジン搭載車が、 総合優勝を遂げた。富士ロングディスタンスの富士 1000km ではトラブルで遅れるポルシェ956を尻目にチームタクの松田エンジン搭載車が総合優勝を遂げ、これは日本国内耐久シリーズで初めてのポルシェの黒星であった。同レースでは3位にも松田エンジン搭載車が入賞している。WEC ジャパンでも 松田エンジン搭載車が8位完走と検討し、遠来の海外勢を抑えクラス2位であった。この年は、最大時4台もの MCS グッピーがエントリーした。1985年シーズンも引き続き参加し、全日本耐久、第2戦、富士 1000km では並みいる C1 カーを抑え、アルファキュービックレーシングチームの BMW エンジン搭載車が3位に入賞している。 この後 C2 のエントラントが C1 へステップアップすることが多くなり MCS グッピーも役目を終えた。最後の参戦は1988年第2戦の鈴鹿 500km であった。ありがとうございます。